ちゃった。具体的に言うと70歳以上の方が映像を撮るのと、うん、すごいですよ。まあ、例えばお手伝いするとかワークショップやるとかそういうことですか。そうですね、まあ、基本的にはその映像というものを通じてコミュニケーションをしながら、まあ、全く映像というものに触れたこともなかった方が、映像を撮る楽しみであったりとか、映像を通じてこう いろいろな発見をしていったりですとか、新しいチャレンジをしていったりですとか、そういうことをこう一緒にやっていこうという。確かにどうだろうな、60代は、まあ、ある程度なんかこうビデオカメラとかが日常化した後だったりするんですけど、70歳以上、特にね80とかになってくると。